こんばんは。はい、こんばんは。久しぶりです。お久しぶりです。久しぶりにユーロトラックに来てますと。極悪さんとも久しぶりです。ずいぶん久しぶりでしたね。ね、ずいぶん久しぶりで、いろいろすっげーアップデート来て、スキンとかモードとか私買いまくったんで、うん、見てこれ。前とすごい変わりましたね。侍、あの日本スキン買ったの俺。スカンジナビアも買ったし、何買ったんだろうな、いっぱい買った。楽しい。またあの年明けからユーロトラックやっていくよ。よろしくお願いします。いますか？いいっすよ、全然。時間あったらまた連絡ください。じゃあ、はい、いつでもいいですよ。じゃあ仕事でも取りに行きますか。じゃあ行きますか。 OK。 で、回転灯を止めて、これ暴走族になっちゃうから。すごいな。なんかちょうどいいのがあればいいね。スカニアだから北目指すぞ。やった。あ、休んじゃえ。あれ、休憩時間でね。そう、あのマルチで、そう、はい、ね、雪モッドが追加されてんだよね。ああ、されてますね。すごいよね。これすごいですよね。うん。おっとっと、出発。じゃあ先頭お願いします。出て、サムライ。明るくなると出てくるって。で、Xbox のコントローラー手に入れたんで、そっちでやってきます。はい。ハンコもね、ドライバーがね、対応してなくて。もう泣いた、諦めた。仕事、ここトラメリか。まあ、俺はいつも通り G25 のハンコンでやってます。いいな。でも、まあ、なかなか悪くないね。あの、コントローラーもハンコンが最高だろうけど、だってくるくるつけてんだもんね、そっちね。つけてます、いこう。すげえ、コンボイゾーンで買ってきたんでしょ。ジェットで買ってきました。すげえ、本物だ。本物じゃねえか。本物です。いいな。うるせえぞ。うるせえぞ。トラック野郎だったら喧嘩なってるぞ。よし、行こう。あーてんじゃねえ、あーてんじゃねえ。やべえ、楽しいなこれ。俺トラメリカー。トラメリむずいんだよ、入れんの。久々に来てトラメリか。あ、誰か抜いてく。お、そんな抜き方ってない。そんな抜き方、そんな抜き方ってないぞ。引っかかってんじゃねえか、しかも。おい、雑だぞこの野郎。ちょっと危ないから様子見るか。ちょっと危ないですねこれ。危ない危ない危ない。ぶつけられたらたまんねえ。もう U ターンもクソもないぞこれ。車線自由に使いすぎだろ。今のうち行っちゃいますか。いや、もう危ないからこれ先に行かせよ。ちょっと見とこう。頑張って。あー、こっち来た。ユーロトラックマルチらしいや。はい、頑張って。もう行けた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 。よし、俺も頑張るぞ。いやー、難しい。うわー、楽しい楽しい。でもやべ、コントローラーで入れるのもこれ結構緊張だな。ちょっとイン側が大丈夫かな。イン側突っ込んで、待てよいしょ。やる、やったやったやったよ。全然大丈夫ですよ。一発だ。イエーイ。じゃあ仕事取ってくる。じゃあ俺も行きまーす。これで、でもトラメリ2個しかねえ。あった、長い旅になるぞ。スウェーデンなんですけどいいですか。スウェーデン、あー、ストックホルム、どこでもいいですよ。ストックホルムまでしかないっすね、仕事。いか、俺も仕事見まーす。トラメリいて、ぶつかった、引っかかった、天樹さんに引っかかった。嘘、どうしよう。
じゃあ俺もストックホルム行き取っちゃうよ。もうちょい前行きますか。あ、一回前行っちゃうか。オッケー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 。そうだね、話し合いは大事だからね、焦ったらいけないよ。はーい。まだ当たり判定がある状態だった。あったか、どうここ。はい、オッケーです。オッケーオッケー。あ、二つありますね。ストックホルムまであります。俺超論通になりますよこれ。でもなんか楽しそう、一本道で。ストックホルム。空の樽9トン。空の樽9トン。どこまでですか、それ。まあ北上していけば途中途中付き合えますよ。上、読み方がわかんない。いいよ、じゃあ、単語っていうか文字を一つずつ。ドイツの一番上です。ドイツの一番上。ドイツの一番上。これか。ロストックってやつ。 ROSTOCK H です。 HAM。 あ、ハンブルグ、なんて読むんだろうね。ハンバーグ。ハンバーグです。ハンバーグ。ハンバーグ。あ、そっか。俺途中そのロックストック経由で何あそこスカンジナビアに入るんだけど、スウェーデンに入るんだけど、はい、じゃあそれ取っちゃって一回そっち付き合いますよ。いいですか。うまくしたらそっちからもフェリー出てるかもしれないし、まあでもストックホルムだろうね。付き合います、付き合います。じゃあ行きましょう。じゃあこれ取っちゃいます。わい、やばいな、楽しいなこれ。頑張るぞ。いやーでも久々だからこれ事故起こすぞ、頼むよ。難易度高、うわって、難易度高いんですけど。乗り上げてますよ。大丈夫大丈夫大丈夫、俺のボルボはヤオじゃねえから、ちょっと待って、そういうレベル問題じゃなくて。トラメリ悪魔だよ、これ出せって。いいよやるよ、頑張るよ。よし、積んだ。ギア上げて、ステア切って。ちょっと前行きますよ。はい、ステア切って。じゃあ、外で出してきます。かっこいい。なんだよ、やっぱユートラって神ゲーだな、これ。楽しいっす。最高ですね、やっぱり。楽しいっす。アメシムも楽しみだな。ユートラもね、こう駐車スペース3つ追加してくれ。あれ最高だよ。いやでもスカンジ入るぞ。これを左か。いやー久しぶりで全然感覚わかんないですね。嘘、こっちもコントローラーとニューキーボードだから感覚全然わかんない。よし、つなげました。ナイス。よし、安全運転で行くか。マルチだからかな、危ないやつもいるかもしれないし。お、あ、今マルチってマップに動いてる車映ってるんですね。ああ、映ってるんですね。映ってるよね。あれどっち行きました、左ですか。左左です。どっち先行できます。あ、そっか。じゃあ極悪さん先行します。俺後ろでいいですよ。嘘、大丈夫。大丈夫です。じゃあハンバーグ手前になったら教えてね。はい。お、赤信号です。はい。お、コントローラーいいじゃんこれ。 Xbox コントローラー悪くないぞ。入門にはぴったりだ。ベテランになってきたら極悪さんみたいに恐ろしいハンコンを買いましょう。クラッチついたぞこの人のは。クラッチついてんだぞ、運転できねえよ。クラッチついてたら運転できねえよ。
坂道発進も結構リアルですよ。ねえ、いいなぁ。消耗品と、消耗品とあとなんだろうな、ダメージ表現もやってほしいな。使ってってこう、なんだろうな、泥の汚れとかついてたりしてこう、ああいいですね。洗車してほしい、洗車機能をつけてほしい、洗車。うん、室内ももうちょっと細かい、そうそうそう、リアルなところが欲しいですね。うん、こう使ってる感出したい。50巡航か。あ、でも Xbox コントローラー悪くねえな。使いやすいですか？うんうんうん、キーボードより簡単かな。インテリアモッドってなんか買ったんですか？まあ買ってますよ、いっぱいつけてますよ。だよね。ワンちゃん頭振ってますよ。俺もヘドバン犬いる、すっげえ頭振ってる。ロックコンサートみたいになっとるわ。あと変なドクロが上でブランブランしてる。赤信号、俺ミラーボールにしてんだ。赤信号やぞ。おいしょ、はい、楽しい。よし、次のインターを右に曲がるよ。はい、ペイントも侍だしよ。マップに仲間が映ってんのはこれはありがてえ、迷子にならない、見ろ Xbox コントローラーのこの繊細なステアリングだ。前より滑らかですね。滑らかだ、滑らかに曲がれるぞ。ライトついてなかった。滑らかとかそういう問題じゃなかった。どうかですよ。あ、曲がりますよ。あ、はい、いや音とかいいな。よし、よし、高速上がった、巡航速度いくか。巡航速度75くらいかな。切符切られたらめんどくせえしな、生活かかってるからよ。で、あれだ、落ち着いたら極悪さんおすすめのマップ解像度にしなきゃな。75なったからクルコン入れて、車線打ちとこうか、危ねえかな。マップは F5 だっけな。危ない危ない危ない。おお、下か。うん、あ、これ右ですね。え、あ、嘘、俺まっすぐなんですよね。あ、でも俺あのまっすぐなんで大丈夫っすよ。どこだっけな、ストックホルムの海峡に着いたら左折れましょう。はい、まあ俺ストックホルムで待ってますよ、したらちょうどいいかな。うんうん、そうですね、まっすぐでもいいかな。うんうん、問題ないはず。まあ方角的には大丈夫ですね。ね、うん、車線が見えにくいですね。うんうん、ね、雪ね、そうそうそう、それそれ、ね、怖い怖い怖い、これスリップとかの判定あんのかな、怖いな。今後ありそうですね、そういうの。うん、慎重に行くぞ。もしかしたらもう実装されてるかもしれないから慎重に行こう。釣るなんて言ったらこれ怖いよ。最近タイヤにもこだわってきてますからね、このゲーム。へえ。嘘、え、どうなってんすか。なんだ、なんか、音とか、タイヤの音とか。なるほど、燃費とか。あー、いいな。
そろそろリアルな燃費つけようかな。リアルなエアブ、はい、リアルなエアブレーキ制御っていうのを入れたら、はい、エアーがなくなってブレーキ、エアブレーキ使えなくなって、はい、死ぬかと思いました。だからもうはず、ちょっとルーキーの俺には使いこなせないんでやめました、あれ。あーでもあれクラッチあるやつじゃないと辛いっすか。オートマですぐブレーキかかっちゃうんですよね。へえ。それですぐエアなくなっちゃって、エアなくなっちゃうんですよね、あれ。なるほど、やっぱマニュアルじゃないとあれはエアブレーキは使えないっすか。なるほどなるほど。あれは本当にブレーキ踏んだ時だけっていう操作方法じゃないと、うん、あれちょっと厳しいですよね。厳しい厳しい。エアなくなって何にもできなくなったもん。車壊すとこだった。すぐなくなっちゃうんですよね、あれ、うん、タイヤにもこだわってんのか。アップデート楽しみだな。ユーロトラックはな、アップデートなかなかこだわってるからな。こだわってるってか、アップデート頻繁にあってやる気あるからな。改善結構いいですよね、うん、このゲーム。アメリカントラシム、アメリカントラックシミュレーター出るからもう切り捨てかなと思ったけど、ちゃんとアップデートガンガン してくれてるから楽しいわ。よーし、 DLC も出てるしね。うん、ゴーイングウエストのマップ、 DLC のくせにアップデート来ましたからね。すごいですよね。ありがたい、本当に。また行きたくなった、ウエストに。よっしゃ、まったりっか。これ地図読み間違えないようにしなきゃな。金貯めて買うぞ。予定までは、F6 だっけな。残り時間46時間、次の休憩まで11時間。よし、まったり行こうじゃないか。お、俺13時間です。え、休憩まで。あ、いや、残り時間で目的地まで。はい。長いドライブになるね。ちょっと付き合わせてごめんね。大丈夫ですよ。やった。でもこの回でいきなり行けるわ、スカンジナビア。北欧だ、北欧、未約の北欧。タロさんがデンマーク行ったとか言ってるから、もう先に俺がついて下がこいてやる。あれ、お金がやばいことになってる。嘘、借金。いや、所持金がなんかすごい額になってます。俺もなんかちょっと増えてんだよね。え、一十百千万十万百万千万1億3000万。え、どういうこと。お前なん、お前、おいおい極悪よ、一体どんな悪い仕事に手つけたんだ。お前の荷物は一体何なんだ。空にじゃないぞそれ絶対。前金もらったんだろそれ、マフィアかなんかに。え、1億3000万4000。うわ、ドイツのマフィアに金もらって、前金もらってんだろ。なんだこれは。大量のヘロインだよ多分。いや、空の樽の中にそんなのが入ってたんですね。俺やだな、この人と国境越えすんの。絶対捕まるやんそんなもん。俺もなんか10万プラスされてますね、金。バグった。これどうなんですかね、うん、ゲームやめた後って。いやー、セーブデータ残っちゃうと思いますよ多分。これ残ったらいいですね。前向きだ。でも今回は俺もボーナスってことにしちゃおうかな、久々にやったから。いや、どういう理由なんだそれ。いや、冬のボーナスでいいんじゃないですか。冬のボーナスにするか。頑張ったもんね、うん、頑張りましたもんね。頑張った、うん、そうそう、あれだよ、ほら雪でクリスマスだし、年末だし忙しい仕事だったから弾んでくれたんだよ。お前、会社ですね。お前は麻薬だけど、俺はボーナスだ、10万だから普通に。1億円はやりすぎだよ。絶対なんかマフィアのドンかなんかに肩パンパンって叩かれてるそれ。おかしいだろ。ガソリン大丈夫？あー、大丈夫ですね。オッケー、俺も、はい、5分の4くらいあるよ。なんだよ1億円って、おかしいだろ。引退しろ引退。もういいよ、働かなくて。青か。
やったー、これボーナスにして20万円か。帰ったらガレージと、あ、じゃあトラックと社員やと。あとでトラック買えますか。トラック買ってもいいな。でも、まあでも社員だな。いやでも、新しいトラックも欲しいよな。トラック買って、社員買って、それでやめますか。あそうで、あ、でもマルチで買うと危ないから、まあでもまあ、うん、ついてから考えるか。そうですね。楽しみや。やったね。いや、いいわ、Xbox コントローラー。これは安心だ。事故も起きなそうだぞ。まったり。ここら辺、なんか誰かいんのかな。あ、やべ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 。うぅ、待て待て待て、止まって止まって。うわぁ、うわぁ、やべやべ、画面裏いた。大丈夫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 。ダメ。って。待て待て、おかしいよ。冷静に。あ、トラック、うん、全部壊れた。なんでだよ。何が起きたんだよ。え、俺いきなり止まりました、ガクって。いきなり目の前止まって、いきなり目の前真っ黒になって、そのまま衝突です。やべえ、ちょっと待てよ。あれだ、いきなりね、こっちね、画面裏行ったんですよ、多分それだな。ダメだ、エンジンかかんないです。ダメージ 9%。 こっちはかかるんだけど、あとは冷静に。ダメージ 97%。 ごめんなさい。ちょっと待って待って、俺も、マジか。俺もね、待って、踊ってる。ダメージ 21%。 ダメージ 21%。 エンジン故障。あ、復帰した。ちょっと次のサービスあれ、俺これボーナス吹っ飛ぶんじゃね。いや、俺もうダメですね、これエンジンダメです。嘘。じゃあ、あの、最寄りのあれで、最寄りの街に行きます。サービスエリアで。俺もちょっとインター降りるわ、これ。近くの街ありますか。ちょっと待ってよ、パークブレーキ出して。ああ、左上に E から始まるの、なんとかが E からある、あるな。ちょっとトラブルにも対処しないとな。その街行けますか、そこで降りて。そうだね、ここ降りるか。 OK、 降りよう。じゃあ、ま、今マップ見て、一番近い町、E から始まる。了解。いいから。トラブルなりもしとかなきゃな。ごめんなさい。大丈夫です。え、L か。L から始まる町。L から始まる町。なんだ、どこだ。なんだその小説みたいなタイトル。あ、これずっとまっすぐ行った右側ですね、9号の。オーケー。やべえ、なんとか自走してるけど。いや、俺もちょっとサービス呼んだ方がいいかな。そこで呼んで、今走ってた道ずっとまっすぐ行くと、うん、LEIPZIG っていう街に俺持ってかれちゃいます。あ、おっとおっと、スクショじゃない、アホか。自己検証じゃないんだから、なんでスクショ取った。なんで、あ、これで、サービスエリア。L ね、リープジップみたいなね。オッケー。そこに俺います。オッケー、行こう。天木さんも行きますか？ワープした、うん。ひどい。じゃあ俺も行きます。あー。なんで画面裏行ったんだろう。意味がわかんねえ。ちょっと気をつけなきゃな。あー、いくらだろうな、これ。やべえ、怖いね。あれ？でも1億あるからな。さすがヤクザの仕事。バックアップの金が半端ねえ。国外逃亡の金もあんだもんね。この仕事終わったらアジアに逃げんだもんね。1万3000円だ、もう高っ。うお、10万円。マジで？俺なんと1万でなんとかすんだ。もうやだ。やばい。金がやばい、1億ある。うるせえ。やばい。よーし、出発。いた。出発だ、もう。エンジンスタート。気をつけよう。慎重に行くぞ、慎重に。なんで画面裏行ったんだろう。タブキー押したら画面裏行っちゃったんですよね。怖くて押せねえや。今押しても大丈夫なんだけどな。バグ怖いですね。怖いな、気をつけなきゃ。荷物 25%。
ダメージ食らってます。え、マジで？俺もそんくらい。トラックやろうとしたら最悪の状態だなこれ。25%。俺60%いってるよ。いやー参った。これは参った。参ったよ。あと 40% か。頑張って運ぶか。くそー。ここ50キロ道路だから慎重に。非常にスティック当てて次のインターを、まあ、もう右ですね。右しかないね。右ですね。はい、車間も適当に取った方がいいですね。また俺がトラブってるかもしれないから。ちょっと危ないですね。怖い怖い。いきなりになるから怖いですもんね。ね、画面ぐらいいったら止まっちゃいますからね。いやー年末にすごい動画撮れましたねこれ。お、そっちの動画楽しみにしとるわ。ぶっつけた。あ、ここだ、ここ。はい、曲がります。はい、よーし、75キロ巡航行くぞー。はーい、よし、順行。ギア上げ目にして。じゃあ俺真ん中の車線にいます。はい、あ、まあでもその方がいいね。あ、車線真ん中に移りよーす。はい、俺も真ん中にいます。映ってる、バックミラーに。ここでワンちゃんが頭振ってますね。うん、俺気に入ってんだこれ。なんで猫ねえんだよ。犬2匹あんだよね。あれ猫ありませんでしたっけ。猫ないんだよ。バランス考えてねえんだよこのメーカーは。犬派なんで、犬派。最近猫流行ってんですけどね。そうなの。猫に流行りとかあんの。え、今猫の動画の方が犬よりいいんですよ。へえ、そうなんだ。猫派、猫民大勝利。猫がみんな好きなんですね最近は。へえ、猫大勝利なんだ。これは犬好きのコスモスラとかいうやつに言いつけてやろう。俺も犬派ですよ。なんてこと言った。え。なんてこと言った。犬もいいけど猫だよ。だって。お、雪降ってきましたね。嘘、こっち降ってない。季節、あの天気の動機もしてほしいな。あ、降ってきた、降ってきた。なんかチラッと降ってんね。お、これ左の道ですね、俺。左の道？大丈夫大丈夫、俺についてこい。やべえ、なんか彼女がいる男みたい。あ、お、来た。いいが、黙って俺についてこいよ。ストックホルムまで黙って俺についてこい。いてお、誰だ、抜くのか。いってらっしゃい。あ、いて、何してくれてんだ、わからん。当たりました、バカ野郎。どうだ、バカ野郎だ、止まれ。会社調べるぞ。おお、怖い怖い。おお、俺が一番乗りだ。俺がスカンディナビア北欧一番乗りだ。おっと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 。あとね、コスモスラさんがよく言ってんですけど、車から降りれるのと会社まで行く自家用車機能をつけてほしいって言ってますね。俺もそれはありだと思う。うん、あの車庫入れとかね、車降りたい時あるからね。
そういう人が、そうそう、実際にやってるようなことをやってほしいですね。うん、トラックから降りてね、一回こう、あ、なんか車線確認したりとか、あと自分の倉庫まで行くのに乗用車欲しいっすよね。あ、欲しいですねそれ。街中ね、乗用車でうろうろ、あのトラックでうろうろするわけにはいかないからな。原付とかちょっと欲しいですね。ちょっとした買い物に。そうね、うん、乗用車あったら、なんだろうな、こう休日とか楽しめますよ。いいですよね。うん、トラックで休日ってないからな。完全にこれ車用だからな、仕事用だからな。これでコンビニ行くんですか？やだ。何買うんだよ。コンビニの荷物を全部詰めるぞ。このデカさのトラックだったら。あとは空荷だな。空荷のデコトラ用の空トラック欲しいな。いいですね。格好がつくあれだと。燃料が5分の3か。余裕余裕。あ、でも俺のボルボは馬力上げたらちょっと燃費悪くなった気すんな。今何馬力ですか？今最大720馬力です。あれ、ボルボの最高って750でしたっけ？720か50だったと思いますよ。今最高だと思います。多分50だと思いますよ。50か、なるほど。確か750だと思います。燃費悪い気がする。これ燃費ってどっか出るんですか？あのガソリンメーターがあるじゃないですか。はい、なんかみるみる減っちゃった。おお、まあ、途中寄るかな。そっか、ガソリン食いなのか。ありえるな。いや、でも回転数落としてんだけどな。このインターマス、なんか路中してる人いるんで気をつけてください。ちょっと車線変えとこ。左に移っときます。なんか路中がいますね。あ、いたいた。これ相手の止まってる位置が分かるからいいですね。ね、安全。あ、戻ります。挨拶もらっちゃった。やった。あ、ついてきましたよ。ついてきた。コンボイか、しょうがねえな。もう後ろついてきますね。面白い。はい、インター次まっすぐです。まあ当然です。はい、お、飛ばしてきますよ。危ないですよ。危ない？嘘、危ないやつだ。おおおおおお、あー、ぶつけられた。なん、なんなんだよ、何がしてんだよ。何がしてんだあいつよ、もう頼むよ。ユートラミン、ミント頼むわ、マジで。俺の室内のタペストリーがおかしくなったわ、今。あ、オッケーオッケー、戻った戻った。いやー、殻は怖いですね。怖いよ。全然フレンドリーじゃなかった。許さねえ、あいつ。なんだったよ。俺、着く頃にはトラックダメにしてるぞ。荷物、全損だよ、これ。俺、もうダメですよ。終わった。あ、インターが反対車線か。了解、了解。あ、ユーロトラックあれだぞ。ユーロトラック欲しくて見てる人、今セールで500円だぞ。買っとけ。あ、そうなんですか。今セールで500円ですよ。もっとも入れて買っとけ、買っとけ。いやー、値段の差が激しいですね。激しい。うん、俺2000いくらで買ったのに。まあ全然長く遊べるからね。うん、でも2000でも安いですよね、これ。うん、安いよ。アップデートアホみたいにしてくれんのに。すごいですよね、このゲーム。サポートすごいバッチリだぞ。やっぱり初心者っていうか、ユーロトラック初めてやる人はコントローラーでやった方がいいよ、キーボードじゃなくて。そうですね。キーボードつらいぞ。
キーボード微調節があんま効かないですよね。できないぞ。Xbox コントローラー買っとけ。いいぞ、Xbox コントローラー。ロジクールの1000円のやつでもいいらしいぞ。やっぱ G25 ですね。やかましいわ。いくらすんだ、お前のやつは。スタンドと本体で5万ぐらいします、ね。バカ野郎、パソコン買えるっつうんだよ。おいの PC 本体、まあ、もろもろ今13万か半分くらいかかってんじゃないか、この野郎。いいなぁ。いつか買いたい。あ、すごい、対向車2台。もう後ろから飛ばしてきますよ。またか。オッケーオッケー、ロシア人だ、怖っ。真ん中の車線危ないですね。危ないな。俺らもあいつらみたいにちょっとスピード合わせた方がいいのかな。いや、合わせたら事故る。そうだよね、雪ですね。雪だしね。やっぱ法定速度守ろう。俺たちはね、有料ドライバーだからね。いいこと言った。危なく心が揺らぐとこだった。あーし、このまま道なりに行って、まだガソリン大丈夫だな。ガソリンが少なくなればなるほど燃費が良くなるからね。そうですね。もうちょっと使ってから行きたいな、スタンドは。てか、ユーロトラックってマジでゲーム性がないっていうところがすごいよな。だって、ね、これがいいんですよね。ね、これがいい。何々をしろとかじゃなくて、本当に仕事を受けて、あそこまで運んでって。ドラマ、いいんですよね。ね、うん、ドラマ性とか、なんだろうな、そういうのはお前らで勝手にやるよっていう。ストーリーがないのがまたいいですよね。うん。いや、ストーリーはね、あるんだよ。プレイヤーおのおのに。うん、俺もだって一人でやってると、なんかジョージアの CM みたいになってるもん。うん。うわ、つらえなーみたいな。うわ。会社も大きくしなきゃいけないしみたいなね。よーし、オッケーオッケー。あれですね、極悪さんはあれか、はい、PC のグラボとかを変え、ちょっといじくって、あれだ、もぜひもっと挑戦してください。やりたいですね。モードマップ挑戦してください。ハンガリーやってください。くっそやりごたえあるんでやってください。うん、なんだっけ、アフリカでしたっけ。ああ、アフリカいいな。そのモッドやりたいんですよね。いいよね、あれ。やってる人の動画結構見てましたけど、いいよね、あれね。あれいいですよね。うん、あれいいな。俺もアフリカ入れたいな。ハンガリーモッド、ほんとそこら中で駐禁切られてるんですよね。笑っちゃいますよ。警察が路中の駐禁切りまくってるんですよ。あ、そうなんですか。うん、絵面が面白いっすね。全然飛ばせないし、うん、速度変更は激しいし、ロータリーなんか一車線しかないし。面白そうですね。いいですね。あれ本当にテクニックないとやっていけないわ、すごい。うん、わあ、なんだろうな、複雑な交差点。ああ、なんかもう車線がもう5個、4、5個変な形でぶつかっちゃってる。5個、5、6個か。うん、変な交差点とか多いし、変な信号とか多いし。ついでに車モッドも追加したら、バイクとかもちょろ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 走ってて、巻き込みそうになって、すげえもう妙にイライラするし、交差点。すごいリアルですよ。シミュレートされてますよ。そういうのいいですよね、本当にゲーム自体がなってくれれば。もう左車線にバイクが入ってくるの、右車線にバイクがね、ちょろちょろ入ってくるの、ほんとにムカつきますもん。やめてくれっていう。右折中とかにちょろちょろって入ってくるんですよ。あれはたまんないっすね。よー、順調順調。
15時間になってるな。あ、800、俺あと800キロだ。そっちはあと半分くらいだと400キロくらいなのか。なるほど。いや、もうあと200キロくらいですね。あ、オッケーオッケー。お、いいぞこの道。なんか日本っぽいぞ。で、次左になってますね。大丈夫大丈夫、ストックホルムまだまだ。お前のナビ壊れてるぞ。壊れてはないよ。ナビ3つあるんですよ。3つもつけてんの？え、どういうこと？運転席の、うん、車のあのハンドルの右左、うん、選ぶときあるじゃないですか。はいはい。あれのカスタムっていうかグレードいいやつにして、うんうん、でなんか純正っぽくナビついてるし、うんうん、であとフロントガラスのところにもつけてるし、はい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 、であとなんかいろいろ表示がされてる。 HUD でもついてると。そうですね。なるほど。3つ同じのが出てますね。アホどこみたいや。俺もね、3つつけてた時期あったんだけど、なんか人に注意されたら恥ずかしいから、カッコつけて1個にしてある。単発にしてあるわ。でも2個いらないですね、これ。いらないでしょ、どう考えたって。同じの表示されてるから、ちょっと邪魔ですね。ワンちゃんかわいい。ところがこっち向いてゆらゆら揺れてますね。さすが、さすが密輸業者。内装でね、大体わかる、うん、何運んでるか。内装黒と赤のカーテンですよ。俺は茶色かな、茶色の平のカーテンだね。もうちょっと抑えめにしてあるんだよね。コスト危ね。ユーロトラッカー、ボルボ、SCS ソフトウェア、ボルボ、タペストリー、いいね。ここら辺もっと追加してくれよ、頼むよ。もっと種類とか増やしてくれよ。最高だよこれ。え、うっさー、こすった。しました。こすった。やばいな。あ、オッケー、点滅してる。あ、ごめんごめん、ここを右に曲がるよ。あ、止まって止まって止まって、ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい。危ない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 、車間取っててよかった。待って、危ない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 、ここなんか変な感じだよ、気をつけて。はい。いやー、びっくりした。ソーリー、次左折。相手の後ろにいない方がいいですね、これ。ああ、千鳥走行か。そうだね。うん。違う車線にいないと。で、次、右です。はい。ナイス、ナイスブレーキ。そう、給料全部吹っ飛ぶわこれ、この調子だと。あー、でも俺スカ北に会社買っちゃおうかな。一個ぐらい離れたところ買うとね、いいよね。いろいろ便利ですよ。北欧走り回りたいしな。あ、ここあれだ、ストックホルムだ。極悪さん、はい、Uターンして荷物置いてきた方がいいっすね。ここストックホルムだ。ごめんなさい、今気づいた、今気づいた。ここストックホルムですね。おい、適当なところで駐車してますよ。Uターンできそうですか。 Uターン、俺バックできますね。バックか。そこからナビに従って、そうだな、後ろ車来ましたよ。先に通しちゃいます。ちょっと どきますよ、端っこ寄せます。端っこ寄せます。お、これいいドライバーですね。嘘。
これで大丈夫だろ。オッケー、うまい。こするこする大丈夫でしょ。バックした方がいいんじゃないですか。いや通れるはず。 1% 通れるんだけど止まってる。でも通れますよね。うん、通れる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 。チャットって何ボタンだっけな。はい、あ、切り離すな切り離すな。危ない危ない危ない。チャットって何ボタンだ。進みましたね。進んだ、よかったよかった。よし、エンジン切って休んだよ。俺ちょっとここで休憩しとるわ頑張ってさ。俺だいぶ方角違いますよ。え、こっから西側、左下ですよ。西側なんですよね。どうしよう、俺ついてった方がいいかな。なんか距離がなんかどんどん遠くなってる気が。嘘、え、遠くなってる。ちょっとちょっとずれちゃいましたね。ずれちゃった、行き過ぎちゃった。どこだっけ。今マップ見れますか。あ、ハンバーグあるある。あ、近い近い。どうしよう、ハンバーグか、左ですね。開拓してないから一緒に行く。どうする、ハンバーグ行ってからその上。そうそうそう、7号。7号、ハンバーグのすぐ右側の。あ、はい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 、ハンバーグのそばに。でそれ上ずーっと7号行ってでそっからいろいろフェリーがあるんで分かれますか。分かる。あ、じゃあそれ行こう。オッケーオッケー、ナイスナイス大会案。それだな。じゃあ下がるか。オッケー、下がって行きますか。オッケー、うん、ここどうやって抜けますか。バックしますか。バックでしょ。 U ターン、バックしますか。バックの方がいいのかな。あ、俺 U ターンしてみようかな。ちょっと U ターンやってみる。じゃあいいや、バックチャレンジしてみよう。やばいなこのバック。あー、やばい、当たる。あ、これ U ターンもやばいぞ。 U ターンいけねえぞこれ。やばいなぁ、なるいけるかな。お、頼むよ。出ましたよ。2台が。頑張れ、俺のバルバ。俺の720馬力、頑張れ。大丈夫ですか。なんかすごい斜めってますよ。なんで、頑張れ、俺の720馬力。ちょっと待って。それ言うたらできんですか。きつくないですかそれ。ちょっと待って、冷静に考えたら、あれコンテナの長さを計算に入れてなかった俺。それ無理じゃないですか。無理じゃね。あ、これ無理だ。冷静に考えて無理だこれ。よろしく。来ましたか。待てよ、まだ。気持ちだけ余裕出してみた。ちょっとまだ。かっこいい。これが俺の侍トラックだ。え、あ、なんか入ってきた。誰これ。あ、やべ。これです。空に。これですよ。あ、よかったよかった。なんでここいたの。
ちょっと気になったね。脅かすんじゃないよ、慌てたじゃないか。なんでうるさいよ、口で言えばわかるよ、そんなの。冷静に、冷静に。おらーい、ありがとう、ありがとう、本当ありがとう。ちょっと左こすりますよ、これで。はい、おらーい。遅いですよ。頑張る頑張る頑張る。お、ダメだね。鉄曲がってますね。いや、大変なことをしてしまった。リアルトラッカーすごいな。もうちょいです。お、右側ぶつかりますよ。なんだって、もうぶつかってますよ。なんだって感じないな、何も。痛い。何も感じないな、痛い痛い痛い。ちょっと待って、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 何事もなかった、カットで。着いた着いた、オッケーオッケー。車間取って行こう。じゃあ俺先頭で行きます。お願いします。えれダメージだって。あ、間違えた。75で走ってます。了解、切符切られないようにしよう俺も。70、よ、 OK。 ギア上げて、やっべ、だいたいだいたい、11、そっか、 OK。何も間違いはないぞ、OK。 もう一回ボルボ買ってもいいな。新型のボルボ買えますか。そう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 、俺16なんだよ今乗ってんの。うん、
はい、次、右行きまーす。はーい。話早いな。そうなんだよ。ま、そうなんだよ。俺16なん、FH16 なんだよ。でも16もいいですよね。うん。気に入っている。まあ、カーナビついてないんで、カーナビポン付けなんだけどな。あ、そうなんですか？そう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 。あの、ポータブルの。そうそうそう、ダッシュボードにポコって乗せてるだけなの。これずっとまっすぐでーす。はーい。安心。これずっとまっすぐでつきますね。安心感あるな。ベテランが前だと。ちゃんとレポート送んないと、また事故っちゃいますかね。レポ、待ってく待ってく。オカマも掘るぞ。気をつけろ。ハンバーグ。あ、3万3000だ、高っ、さすが、高収入。3万3000で、6割引きだから。泣きたくなりますよ、自分。俺はもっと安いですね、1万8000。1万8000の10万円損しましたかって。おマイナス8万とか9万も。大赤じゃねえか。大丈夫、それ表の帳簿だから。あんたが、あんたが運んでるやつは表の帳簿だから。大丈夫、大丈夫。大したもんじゃないから。その、裏の帳簿の、裏社会に流れてる物の方が、大事だから。後で動画で確認してくださいよ、お金。ご客さんの了解。俺もうびっくりしました。なんでそんな言ってたの？なんでですかね。まあマルチのバグだな。いいバグですね。いいバグなのかな。なんか壊れてんだか、なんかプレゼントだか。なるほど。でもお金増えるって結構ありますよね、うん、ある、まあ、減るよりはいいね。減るよりはいいですよね、うん、それ言われたらいいバグだわ。確かにユーロいいですよね、増えるのは、うん、ユーロトラックお金増やすの難しいからな。俺も300万ぐらいから全く増えなくて。へえ。そしたらなぜか1億になってね。おかしいだろ。どういうことなんだよ。いや、たまたまナビ見たらなんか頭に 1がついてんですよ、ね。あれ俺200何万とかだったのになと思って。俺んとか10万だよな。もう明らかに10万増えてたわ。落差の激しいバグである。1000万倍落差があるってどういうことなんだよ。